そもそもなんでタイタニックは衝突したのか。氷山がいっぱい出てるっていうのは分かってたんですけどもですね。夜はだからそういう時は止まっているのは当たり前ですよ。無線ってね、あの、不便なもんで、遠くの無線は音が小さく聞くのでだからボリュームいっぱい上げて他のところと通信しなきゃいけない。で、近くにいる船のはですね、めちゃくちゃでかく聞こえるんだよね。壊すのがもったいないので、まあいいかっていうことで双眼鏡なしでやったんだよね。この二つ、両側の前へ進むための スクリューと真ん中のスクリューは別のエンジンで動いてたんだよなぜ沈没したのか。作り方がよく分かってなかった。防水扉が閉まらないまま両側に水が入っちゃったんだよそのまんまみんな逃げちゃったんだよ郵便室もダメです。浸水してますと聞いて、アンドリューが絶望的な表情をすると。先週の金曜ロードショーではですね、あの、えー、なんだっけ、壁用の ハートっていうふうに言われたシあの、ダイヤモンドあったよね。あの、ローズが婚約者からもらったハートが青いダイヤモンド。あれはあの、青き海の心っていうですね、吹き替えになってた。まあ、ヘキオのハートよりはね、わかりやすいよね。耳で聞いて、とりあえず理解、吹き替えだから理解しなきゃいけないので、青き海の心の方がわかりやすいと思います。で、前半ね、氷山衝突までやろうかと思ったんですけども、金曜ロードショーを実際に見たら、ただ単にあの、二人のラブシーンの直前ですか、単にあの、車の中に、あの、 ローズと、なんだろうな、あの、ジャックがイチャイチャするあたりで終わっちゃったんですけども、あの、こっからはですね、あの、映画の後半のですね、解説をします。まずですね、押さえとかなきゃいけないのがですね、そもそもなんでタイタニックは衝突したのか、ですね。まあ、理由一、増速していた、ですね。 あの、氷山がいっぱい出てるっていうのは分かってたんですけどもですね、夜はだからそういう時は止まってるのは当たり前なんですよあの。実際にタイタニック以外の船は大体その日の夜ですね、4月14日の夜はですね、止まってたんですよね。海の上で止まって氷山を衝としないようにしてたんですけど、タイタニックだけはですね、ほとんど最高速にあの近い速度であの航行してたんですよね。で、なんでその増速してたのかっていうとね、タイタニック号って初公開だったんだよね。 初公開の時ってあの石炭で動く蒸気タービン船って最高速度を出しやすいんだよっていうのは石炭って炉の中で燃やすじゃんで燃えかすをまたあのかき集めて新しい石炭入れて石炭入れてってやるからどんなふにしてもあの石炭炉の中かまどの中っていうのは石炭のくずが壁にこびりついていてだん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 ,だん、ね、燃焼温度が下がっちゃうし燃焼効率も悪くなるんだって。なので 石炭を積んでいる、あの、船の場合、昔の軍艦なんかもそうだよね。もうね、初公開、諸女航海の時が最高速度を出す。一番のチャンス。一番で唯一のチャンスなんだよね。なので、あの、まあ、何日も天気が良かったというふうなことがあったので、タイタニック号は速度を上げていた。二つ目ですね、無線警告を無視。これもよく言われたんです、ってることなんだけども、<laughs> 氷山の警告いくつもあったんだけどもね、タイタニックね、あの、その、あの、まあまあ割と無視しちゃったんだよね。で、えー、近くにいたですね、あのカリフォルニア号の警告が、えー、無線って、ね、あの不便なもんで、遠くの無線は小さく、音が小さく聞くんだだからボリュームいっぱい上げて、他のところと通信しなきゃいけない。で、近くにいる船のはですね、めちゃくちゃでかく聞こえるんだよね。 で、タイタニック号の無線室っていうのは、当時の船の中の無線に全部同じなんだけども、実は船の設備じゃないんだよ。イタリアのマルコーニ社、あのマルコーニってあの、無線を発明した人ね、無線通信を発明したマルコーニが作ったマルコーニ社っていう会社が、世界中の無線を独占販売していた時代があって、船の中にある無線室っていうのは、そのマルコーニ社の運営だったんだよね。だから、船の、あの、一部じゃなかったんだよ。で、マルコーニ社の無線っていうのは、当時何に使われたのかというと、 船同士の連絡にほとんど使ってないんだよ。そうじゃなくて、お客さんから一件いくらで通信を受け、おってたんだよ。だから、あの、無線連絡というのの,の、そのほとんどが、あの、月曜日に着くぞとか、水曜日に着くぞとか、株がいくらになったら、じゃあ買えとか、じゃあ売れっていう、お客さんの無線ばっかり扱ってたんだよ。その中でたまに船同士の通信もあって、それは丸子二社がいわゆる行為で受け取って、それを船長に渡すというようなことをやったんだだから、 あのマルコニ社の無線っていうのは大体アメリカかイギリスか途中の中継点の船だよね遠い船に対して無線を打ったり無線を聞いたりしてたから感度は一番上げてたんだ で、そうやって、誕生日メッセージとか、あとなんか愛の囁きとか、あと株の売れとか買いとかっていう、もう本当にね、山のようにね、あの、注文が来るんだよね。お客さんから無線の注文が。で、その間から、めちゃくちゃでかい音で近くの船から、はい、氷山発見また氷山発見はい、こっちの方からも氷山発見っていうのが出て、あまりにうるさくて、うるさい、黙れっていう風に無線士が言っちゃったんだよね。もうこれも記録残ってんだ。 で、それで近くのカリフォルニア号が起こって、無線係がもうあの電源落としてベッドに入って寝ちゃったと。で、これのおかげでタイタニック号が沈没した時にカリフォルニア号ってわずか1時間の距離にいた。だから、もしカリフォルニア号来たら、多分ね、タイタニックの乗客ほとんど助かってたんだよね。救助間に合ったんだけども、聞こえなかった。その理由は、こ無線士たちがまず別枠で船の所属じゃなかったということと、 だからまあ、あの、じゃあ無戦士の責任か、そうじゃないんだよね。タイタニック号の所属じゃないから。ただ単にマルコン医社が行為でやっている船、船同士のや、や、連絡だったんだから。まあそういう事情があった。あとね、氷山が見えなかった。あの、高さ15メートルの見張り台はあるんだけども、双眼鏡がなかったと。これはあの、双眼鏡を入れているロッカーの鍵を持っている航海士が、 あの、たまたまタイタニックが寄った港で降りてしまって、またのもう一回乗ってこなかったというだけの、そんだけのしょうもない理由なんだけども、それのおかげで双眼鏡のロッカーが開かなくて、で、またね、タイタニック号って豪華客船だから、双眼鏡のね、ロッカーも豪華なんだよ <laughs>。だから、壊すのがもったいないので、まあいいかっていうふうなことで双眼鏡なしでやったんだよね。で、で、その日の夜は、あの、もう本当に波がないぐらい静かだったと。 で、波がないくらい静かっていうことは氷山が見えないってことなんだ。氷山って夜発見するときって、氷山の根元の水面近くの氷山に当たってる波で氷山発見ってわかるんだよね。それだけが白いから。夜でもわかるくらい白いから。だから波がない夜っていうのは安全に見えるんだけども、氷山が見えない。双眼鏡もないし、そんな状態だった。四つ目、火事が効かない。これね、あの、 衝突した瞬間に、その時にブリッジにいた一等降士って、すごいできるやつだった。できるやつだったから運が悪かったんだけども、衝突がした瞬間に舵を左いっぱいに切って、で、スクリューを逆転させてるんだよね。あ、まあ、衝突、直前だ。直前に舵を左に切ってスクリューを逆転してるんだけども、タイタニック号って、ちょっとこれプラモデルの方使うね。あ壊れそうで嫌だな。 三つスクリューあるの。わかるかなでね、左右のスクリューが推進用なんだ。真ん中のスクリューが方向を変えるようだというふうに、まあまあまあ思っておいてください。で、このでかい舵を、この真ん中のスクリューで動かしてる水流がダメになって方向を変えるんだけども、タイタニック号って巨大なボイラーあるじゃん。それででっかいエンジン動,動いてたよね、映画の中で。でっかいエンジンはこの左右のやつなんで。で、 この左右のエンジンを動かした高圧の蒸気を次はあのタービンエンジンに回して真ん中用のですね、あのスクリューを回すんだよ、ね。つまり、この二つ、両側の前へ進むためのあのスクリューと真ん中のスクリューは別のエンジンで動いてたんだよね。で、氷山にぶつかった瞬間に全力交代って言った、言ったわけだ。全力交代させるためにはこいつのギアを切り替えなきゃいけないって。エンジンを エンジン自体を逆転させなきゃいけないんだ。自動車とかとは違うんだよな。エンジン自体を逆転させなきゃいけないんで、一時的にエンジン一回止まるんだよ。で、止まってから逆転するんだけども、その高圧蒸気が、この真ん中のエンジン用にですね、もう一回流れるまで止まっちゃうんだよね。だから、火事を切ってた時、実はこの真ん中のスクリューって止まりっぱなしだったんだって。そういう理由があってですね、 タイタニック号って左に舵をいっぱいに切ったのになかなか曲がらなかった。それはそのタイタニック号が持っている合理性っていうのかな。まず高速に海を渡ると。で、方向転換っていうのは港についてタグボートに押したり引いたりしてもらえばいいやっていうふうなことであまり海の上で細かい動きをするようになってなかったんだ。エンジン自体が巨大なエンジンは左右のスクリューを回すためのものだって真ん中はその余った蒸気を使って 動かすためのものだから、どうしても方向転換するときとか、まあ特にエンジンを逆転させたときなんか、一時的に真ん中のスクリューが止まってしまう。そのときに火事を切っちゃったから、火事が効かなかったわけだよね。ということで,ですね、11時40分、タイタニック号は氷山に衝突します。じゃあ次ね。ごめんな、もうこんなオタク話ばっかりで。なぜ沈没したのか。衝突したのは分かったけども、 なんで沈没したのか。まず、リベットが外れて浸水。あのね、金属船、全部で金属、全部金属で作るような船が出現してから、まあ、軍艦で出現したのはね、あのー、もうまだ30年ぐらいしか経ってないんだよね。っていうのは、あのー、ペリーが裏側、日本で裏側に来たですね、あのサスケ花号というのあるじゃん。あれ1853年。 に作られたんんんだだだだけど、ま木木造なんだよ全木造ななよ、ね。よ全で、グレートイースタン号というのは1958年にできるんだけど、これ全金属製なんだけど、もう形がサスケ花号と同じで、本当に昔の帆船の形してるんだよ。で、あの旅行ブームがあったから、えー、客船はどん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 大型化してたんだけども、全金属製の,あの船っていうのはタイタニック が出現ししたたたありで、ようやっと誕生してきたもんだだから作り方がよく分かってなかった。で、船の作り方、当時の船の作り方っていうのはリベット打ちって言って、あのリベットって何かっていうと、鉄と鉄くっつけるときに溶接でつけるんじゃないんだよね。そうじゃなくて重ね合わせて穴を開けて、そこにホッチキスの玉みたいなのを入れて、これを両側からなんか熱して、まあ熱したリベットを両側からガンガンガンと蒸気ハンマーで打って潰すと。 そういうふうにして、ホッチヒスで止めるみたいにして、鉄板と鉄板を止めていく手法をリベット打ちっていうんだけども、ところがね、タイタニック号って、この平面部分、この平面部分は機械のリベット打ちができるんだけどさ、この先っぽの部分あるじゃん。この先っぽってね、実に複雑な曲線なんだよね。で、この曲線って蒸気ハンマーが使えないんだよ。蒸気ハンマーが使えないから、 平面部分は鋼鉄のリベットで蒸気ハンマーで機械の力でガンガンガンって締めることができるんだけど曲線部分って鋼鉄よりもずっと柔らかくてもろい連鉄というやつで連鉄というやつであの手で持ったハンマーで熟練庫が叩いて潰していかなきゃいけないつまり弱いんだよねホッチキスのなんだろうな太いホッチキスで止まってる前に 真ん中に比べて、前後の曲線部分って、細い針の短い発揮して、軽ちして、ちょん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 って止まってるようなイメージだと思って。それでもね、あの、強度的に計算したら十分だったんだよ。で、ところがね、あの、連鉄のリベットっていうのは、氷点下で粘り気を失って、鉄の粘り気を失って折れやすくなると。これをね、低温税制、低温税制、低温でもろくなる性質、ね、っていうんだよ。これあの、 僕が知ってる低温税制の舞台例は、えー、バンダイの子会社のポピーというところがですね、昭和40年代にマジンガー Z の超音機の金というのを発売したんだよね。で超音機で発売して、後にそれが、あの、コレクターアイテムになって、すごい値段上がっていったんだけどもで、日本中のおもちゃ屋さんで、えー、超合金ないか超合金ないかってコレクターが探しまくったんだけども、北海道の 見つかった、倉庫で見つかった超合金がほとんどボロボロになってたんだよ。なんでかっていうと、北海道の倉庫にしまれていた、えー、マジンガートの超合金って、この低温税制で、ほんのちょっとした振動でバラ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 崩れちゃったんだよ、ねそう。金属っていうのは、特に合金っていうのは低温で崩れる性質があって、それをなんかまあ、あの、強化するためにいろんな素材があるんだけども、北海道の冬ぐらいで崩れちゃうんだよ。 で、あの、タイタニックが当時、その、走っていたですね、氷山のある海っていうのは、まあ、塩水だからね、下になっちゃうんだよね。0度で凍るんじゃなくて、マイナス2度以下で凍るんだよ。で、ちょうどマイナス2度ぐらいだったらしいんだよね。そうすると低温税制でリベットが脆くなって、もうほとんど、なんだろうな、ホッチキスというよりは、なんか茹で過ぎた細いパスタで、あの、段ボールをこうってるようなものなんだよね。もう本当にね、 プツ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 と氷山に当たった瞬間に、底の部分が剥がれてしまったらしいんだよね。で、まあタイタニックの左側面にはですね、えー、あ右側面だ、右下の側面にはですね、長さ60メートルぐらいの裂け目ができちゃったと。で、このリベットの脆さが発見されたっていうのは第二次大戦の時だ。第二次大戦に同じような作り方をした船が、なぜか寒い地方に航海に行くと、どん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 ,どん沈むと。あの2700隻ぐらいアメリカで、 作ったリバティ船って言われるその貨物船のまあまああの造船所で作ったやつがあるんだけどそのうちの船隻でトラブルが起こってですねあの1割以上が沈没してしまったという事件があって内地に対戦の時に初めて調査が入ってリベットがこんなに危険だ税制あの低温税制というのはこんな恐ろしいのが分かったのでタイタニックの頃は全く分かんなかったんだよねでしかしリベットが外れても実際にタイタニック号が60メートルをね目っていったよね ただそのけ目自体はもう本当何センチだったんだよ。だタイタニック号に開いた穴っていうのは全部合わせても、あの、面積にすると1.1平方メートル。マンホールの穴より、あの、小さい穴しか開いてないんだよ。そこから水が入ってタイタニック号は沈んじゃったと。で、まあまあなんでじゃあそんな小さいけ目に沈んだのか。この二つ目だよね。隔壁 E が不作動。ですね。あの、火薬庫は火事、 前回話してるんですた、カヤックは火事で水密隔壁が歪んでたんだけども、おかげでね、ちょっとこれ断面図ね。タイタニックの <laughs> でかすぎる断面図なんだけども、運が悪いことにね、この、あの、この二つのボイラーの間に石炭庫あるんだけども、この位置が火事だったんだよ。 で、ここが火事で、まあまあ金属が弱くなっているところに、ここはガリガリガリと裂けて裂け目が入っちゃったんでですね、この防水扉が閉まらないまま、両側に水が入っちゃったんだよね。で、頭からここまで5つのブロックに全部水が入っちゃったので、タイタニックは頭だけが重くなって、だん,だん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 前に傾いて沈み出したと。こういう流れになってたんだよな。いやもう本当にね、大変だったみたいよ。大変だったみたいよ。 あと、しょうもない理由だけど、窓が開いてたと。あの、船がね、さっきも言ったようにですね、一時逆転かけて停止させたわけで、そうすると、乗ってる客たちはみんな何があったんだって窓を開けちゃうわけだ。で、窓を開けたら、そこから15分後に船長から対戦命令が出て、はい、皆さん救命胴衣をつけて、とにかく外へ出てください、外へ出てください、早く出てくださいっていう時に、 止まってたから窓開けたんだね、外の。窓開けたのがですね、そのまんまみんな逃げちゃったんだよ、ね。なので、タイタニックが沈んでいって、一番下のフロアから、だん,だん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 窓から水が入ってきて、それでこう沈むのが加速したと。あの、映画の時間順で見ると、えっ、ー、とですね。まあ、ようやくところで映画内の話になるんだけども、もう1時間話してるな。 えーまあ、船の第一区画に水が入ってきた。で、大変だ、水密ドア、いわゆる、あの、水密隔壁を閉じろランプがパパパッと、あのー、つくシーンがあって、で、次にこの、でかい巨大な扉がガーッと沈んでしまってきてですね、水密扉が沈むというようなシーンがですね、まあ、映画で言うと1時間40分目ぐらいにあります。で、その後船長のところに報告が入ると。 ですねでどういう状態かっていうとボイラー室が2メートル半の浸水っていうふうに言ってるでこれね船長がここにいて実はねジャックとローズがここにいるんだよ。あの できるだけジャックとローズの主観的な話にするために、こういう大事な事件があった時は必ずその場に偶然でもこの二人が家をあすてすれ違いながらローズがその話を聞いて大変になったな、大変なことになったってわかるようになってるんだけど。まあ、うまい取り方してるんで。で、えー、ボイラー室に2.5メートルの浸水があった。でそこで、えー、設計したアンドリューが、えー、郵便室はというふうに聞いてるんだ。郵便室もダメです。浸水してますと聞いて、 アンドリューが絶望的な表情をすると。で、青写真を見せて、アンドリュー技師が、水が隔壁を越えて後ろの区区へ流れ込んで、三頭客室のある F デッキというふうな説明があるんだよね。だから、壁を越えて後ろへ流れ込むと。と。全体の状況を説明しようと思うんだけども、えっ、ー、とですね。どういう意味かっていうと、まあ、ごめんな、本当に何回も何回もこういう説明になって、 裂け目はね、合計で、この紫色の箇所だよね。まあ大きく言って4箇所。これ60メートルにわたってあるんだけども。あの、まあ、この部分が浸水して、えー、三等客室に水が入り始めた。で、核壁の B を貫通したやつで、第1ブロック、第2ブロックに水が入った。核壁 C を貫通した傷で、第2ブロック、第3ブロックに水が入った。で、ボイラー6番あたりの、これがあの、火事で燃えたところだよね。 なので、ここを貫通した時に、ここまで水が来ちゃったと。タイタニック号の水密ブロックで言うと、第1、第2、第3、第4、第5までが全部水に使えることになっちゃったわけだ。これがなんで大変なことかっていうと、あの、さっき言った設計士が、あの水は最初、あの、イチャイチャしてた例の倉庫、車があった倉庫、ここに入ってくるよね。ここまでだったら、まだ、 えー、アンドリュー、設計技師は驚かないんだけども、その上にね、メールルームって書いてるじゃん、ここ。これあの、郵便物とかを溜めどくとこなんだけど、ここまで水が来たっていうふうに言われて、アンドリューは、あ、もうダメだって顔するんだそれはなんでかっていうと、この赤い線あるでしょこの赤い線は喫水線で、実はタイタニック号ってこの喫水線の割とこの下、ちょうど僕はこの棒を持ってるあたり、ここまでしか海に沈んでないんだよ。ここから上は海の上に浮いてるはずなの。 ということは、いくらここの周りに穴が開こうとも、メールルームに水が入ってくるはずがないんだ。だって、水面より上だから。ところが、ここにメールルームに水が入ってきたということは、すでにもう前方傾斜が始まっているってことなんだよね。前方傾斜が始まっているので、本来水の上にあるメールルームに水が入り出した。なので、アンドリュー設計士は、タイタニック号で、が、 あの、倉庫に水が入った大変なことになっているときに、最初に、郵便庫はどうかっていうふうに聞いた。郵便室はどうかと,いうところが、郵便室にも水が入ってますと聞いた瞬間に、彼は、実に絶望的な顔をする。実に絶望的な顔をして、図面を出して、もうダメだという。もうダメだっていうのは、あ、これもう一回使うんだ。あのね、めんどくさい話だって、本当に悪いよね。えー、ここに、うん、まあまあ、A、B、C、D で来てあるよね。これがいわゆる一等客室が使うところだ。 で、この下の EFG っていうのは、三等客が使うとこだと思って。まあ、ちょまあ違うところもあるんだけど。で、この隔壁っていうのかなこれね、F までしかないんだよね。水密隔壁。で、この E のここって、実はこっからここまで長い廊下がつながってんの。これあの、この E の長い廊下っていうのは、えっ、ー、と、スコットランド通りっていうふうに。 言われてるんですけど、乗員が便利に使えるように、高速で移動できるように、前から後ろまで、本当はそんなことやっちゃいけないんだけど、一本の通路を作ったんだよね。なので、このメールルーまで水が来ちゃったら、いずれはもう G デッキまで水来てるわけだから、あの、E デッキまで水が来ると。そうすると、いくらここに隔壁があっても、この長いスコットランド通路を通って、水がどん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 後ろの方に流れていって、いくら窓を閉めても、 ここから先防衛しても、スコットランド通路を通って、えー、後ろの方まで水が入ってくるのは、もう止められないと。もうこれで沈んでしまうことが確定だっていうふうに、設計士のアンドリー。設計士だから、船を沈まないように作ったんだよ。でも、万全のつもりで作ったんだけども、まさかこんな前方に傾いて、それで、なんか、あの、5つのブロックが全部浸水して傾いて沈み出すなんてこと、想定しなかったんだよね。 ま、それでですね、えー、タイタニックが沈むというのがわかるわけだよね。で、まあ、タイタニックが沈むと長くて、1時間か2時間っていうですね、時間まで言います。えー、で、えー、危険を知らせようと。これをですね、まあ、あの、まあ、あの、聞いてたですね、ジャックとローズは、もうこの船は危ないというふうなことで、お母さんたちの部屋に行きます。 まあ自分たちがこう隠れてた、イチャイチャしてた、相引きしてた。そんな事実はもうどうでもいい。この船が危機なんだってことを説明しようとしていたんですけども、しかしですね、その場で、まあ、怒っていた婚約者のキャルとですね、船員に逮捕されてしまいます。ですね。で、逮捕されて、あの、ジャックはね、宝石を盗んだっていう濡れ着に着せられるんだけども、でっち上げだっていう時、この時のキャルの驚きの表情、 この時まだ信じようとしてるんだよ。ところが、その、ジャックがその時にたまたま羽織っていたコートっていうのが、実はその、しばらく前に、えー、っとね、一等客室に忍び込むために、あの、デッキの上でコマを回していた少年っていうのがいたじゃん。あの、コマを回していた少年のお父さんのコートを椅子から拝借してたままなんだよね。えー、っと、ハロルドさんだったかな。なんかそれでですね、 えー、ライアンさんだ。ライアンさんのコート借りたもので。で、ライアンさんのコートです。盗難届が出てます。というふうなことで、一気に信じられなくなってしまう。このローズの表情ね。もう信じてないじゃん。こっちは目合わせてるんで。ちゃんと目合わせてるんだけども、あの、信じてくれるだろうと言われても、もう目を合わせることができない表情になってしまっているわけだよね。で、えー、ーデッキに連れて行かれてですね。 え、スチュアードの部屋でですね、手錠をかけられるわけだ、ね。で、もう手錠をかけられてカメラが外側へ回ると、もう実は E デッキの近くにまでですね、水が来ていると。もうすぐさっき言ったスコットランド通路にですね、水が入ってきてしまう。非常事態が近づいてきているという意味です。で、ついにですね、ここからタイタニック号はどん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 沈没していくことになります。えー、船長から命令されてですね、客室担当は、す、え、べ、ー、ての客室に をですね、叩き起こして救命胴衣をつけさせます。もう夜中12時過ぎてるからね。で、避難指示します。さっきも言ったように、この時に窓を開けっぱなしだった人が結構いたので、沈没が早くなっちゃった。で、一等客は英出来甲板に案内されて、しかし担当客は途中の階段で待ってろというふうに言われます。ですね。このあたり。でね、えー、無線で、無線室でですね、船長が、えー、CQD だ。 CQD というのは Call to Quarters d クワ t ー e ディストレス、コール u クワ t ー r っというのは、えー、とりあえず無線を、えー、受信してくれている全区局へという意味なんですけども、我遭難せり、Distress いうそういう意味で、えー、遭難信号を出します。で、一等客は、えーまああの 案内してるんだけども、とりあえずまあ、船に乗る準備をしてくださいと、あの、ボート、ボートに乗る準備をしてくださいって言ってるんだけども、まあ皆さんまだ救命胴衣をつけてる人もいればつけてない人もいる。寒いから、これ最初はみんなちゃんと、あの、看板に出てくれたんだけども、みんな命令聞かなくてどん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 中へ入ってお酒を飲み出す。その間に参道客は、この階段に並ばされると。全然助けは来てくれないというような状態になりました。で、 実はこの時すでにタイタニックは信号用のロケット弾を上げてるんだよね。で、ロケット弾を上げて全貌が明らかになるんだけども、前の方が傾いてて、もう前の窓が全部沈んでるような状況になってきてるんだよね。で、よいしょ。えー、いいデッキですね。ジャックの閉じ込められた部屋は、 どんどん水が上がってきてるんだよね。で、えー、ここから加速してですね、タイタニックが沈んでいきます、さっき言ったスコットランド通路に水が入って、船の後ろにまでどん,どんどん水が行ってしまってるからですね。で、ローズのお母さんがボートに乗るシーンだけども、二頭の,の女性とかね、下品で嫌いなモリーとかがいたので、まあ、あの、お母さん不満だったんだけども、しかしローズにですね、ボートは半分しかないのよっていうに言われて、マジ切れされて、しぶしぶ従いました。で、あの、ここでローズが、 乗客は2200人いるのにボートには1200人しか乗れない。みんな助からないと思ってるのは映画上の嘘なんですよね。実はね、あの、多分、この映画の中で割とあの、乗組員も一等の乗客の男性たちも紳士的に振る舞ってたのは、沈んでも大丈夫だと思ったからな、ね、あの、救命ボートが半分しかなくても大丈夫だと思ってたんだよ。 なんで,でかというと、そもそもその、豪華船の,の救命ボートっていうのは、全員乗って、なんだろうな、助かるために行くようなもんじゃないんだよ。あの、豪華客船で、それも金属船でもそうなんだけども、普通ね、沈没するのに何日かかかるんだって。少なくとも24時間はかかると。で、あの、この前の事故で、あの、全金属船のリパブリック号が沈んだ時に、1909年に世界初の 全金属船、レパブリック号。まあ、タイタニック号と同じだよね。それが海上で衝突事故を起こして、船がもう本当にぐっちゃぐちゃに崩れたんだよ。それで沈没した時もね、沈没するまで36時間かかったんだって。で、36時間かかったから、その、救命ボードの数がたなくても関係ないんだよ。近くに船なんか無線で連絡したらいっぱいいるから来て、で、その船とピストン輸送するんだよね。 で、ピストン輸送するから、実はその乗客全員分じゃなくて、ある程度の数があれば、ピストン輸送で助かるんだよ。現にこのリバブリック号って、全員助かってるんだよ。乗員も乗客も。だから、船が一般的に沈むのは、タイタニック号のおかげですぐに沈むっていうのが急に知られるようになったんだけど、それまでは何日もかけて沈むもんだから、 で、タイタニック号も周りに船がいっぱいいたからさ。で、現にかなり遠くの船が4時間かけて来てくれたんだけども。まあ、で、他の船も6時間から何時間ぐらいかけて来てくれるんだ。で、こんぐらい沈まないのが当たり前だったから、ピストン輸送で他の船に乗れるはずだったんだよ。だから、ローズが船が少ないから、その、たみんな助かるはずがないっていうのは、この映画の中でのフィクションなんだ。ちょっと嘘をついてるわけだね。まあまあドラマとして盛り上げてるわけ。 なんだよね。で、ローズはですね、ボートに乗らないことを決意します。お母さんだけを乗せて、で、さよならお母様っていうようなシーン。映画スタートから1時間57分22秒。ほとんど2時間。で、えー、これあの、映画全体でどういう位置かっていうと、ごめんね、もうすぐ終わります、無料。えー、シドフィールドっていう人がシナリオ理論の本を出してるんだけども、まあ、後で紹介します。 えー、メジャーな映画っていうのは3幕構造でできてるんですよ。だいたいどんな映画も、あの、3幕構造でできてるんだけど、全体尺を、まあ、大体120分ぐらいとしたら、第1幕は30分、第2幕は1時間、第3幕は30分、大体これでできてると。第1幕は状況説明、つまり登場人物の紹介とラストに向けての動機づけ。なで、第2幕は葛藤なんだけども、葛藤で書いてるんだけどまあ、クライマックスへの盛り上がりだと思って、で、この中間にビットポイントがある。 で、えー、第3幕は解決って書いてあるけですまあ、つまりクライマックスの盛り上がりのことだね。ここで30分。スターウォーズも、アナと雪の女王も、スタンドバイミーも、全部この3幕構造でできてます。もう調べてください。みんな、自分であの、書いてみればわかるよ。で、日本のアニメ映画も、もうほぼこの構造でできてると。あのー、で、映画の構造とか評論に興味ある人は、この図だよね。この3幕構造で、好きな映画を当てはめて考えてみてくれれば、本当にね、 あの、時間見ながらやったら真ん中辺で何かが起こるし、最初から30分あたりのちょっと前で、あの、プロットポイント1っていうことで、主人公が何かこうしなければいけないという劇的な欲求を持つっていう事件が起こって、で、第2幕のラストのところでプロットポイント2っていうのがある。で、タイタニックの衝突があったのがちょうどこの真ん中あたりなんだ。大きい転換点があるところね。で、 えー、タイタニック号というのは3時間2分、あ時間7分ある映画だから、まあ、187分だよね。で、ちょうど中間の95分から98分目、あの、1時間半あたりでジャックとローズが結ばれる。で、キャルはローズの裏切りを知る。氷山に衝突してですね、事件が立て続けに起こる。これがミッドポイントでね。まあ、つまり、えー、全体の転換点。で、えー まあ、プロットポイント1が、えー、船から飛び降りようとするローズを救うというあたりと、まあ、あの後、あとローズに自分の絵を見せて、で、君は将来馬にまたがるような女になるんだっていうあたりが、まあ、この第1幕の劇的欲求だと思ってください。で、えー、第2幕は、こっから先、実は、あの、ローズは、あ、これ、さよならお母様のポイント、ここら辺ね、えー、138分。 あたり。えー、さよならお母様と言って、ここでは船が衝突して、その時に、えー、ジャックが宝石を盗んだと疑いをかけられ、逮捕させ、されて、その時にローズはジャックのことを信じきれなかったと。でも、やっぱり信じようということで、さよならお母様って言って、船に残ることを選んで、こっからジャックを助けに行こうとするっていうのが、あの、第2幕後半の展開になっていくわけです。 ですね、まあ、自殺から助けられたローズがジャックから君は女のように,馬にまたがるような人だと言われて、船長は引退記念に最高速を出すというのがプロットポイント1。ね、で、第2幕はこの後半は延々、えー、ローズはジャックを信じきれない。でその結果ローズはその責任を取るためにジャックを一人救いに行くというこういう転換点になっているわけだよな。あの で、えー、第三幕っていうのはどの辺からこう始まるのかっていうと、あの、ボートの避難に続いて大混乱が起こって、甲板は大混乱で、ついに、あの、船員は銃を撃って、威嚇射撃をすると。階級社会が崩れていくあたりが、この第三幕になってるので。で、第三幕のこのプロットポイント2で、救命ボートを降りるローズ。これね、あの、ジャックと、あの、婚約者のキャル。二人がかりで、 君はボートに乗れっていうふうに説得されてボートに乗るあのローズだったんだけどいやそうじゃない私は守られる女じゃない私は自分で生き方を決める女だと自分から船をあのボートを降りるシーンがあってこれがプロットポイント2になってるんだよね。あの守られるべき若い女あの弱い女っていうのを自ら否定してボートから飛び降りるんですね。 ジャックの、ま、あの、先に乗って行ってくれよっていう言葉に逆らって、第1幕の、君は自分の生きたいように生きる人なんだ、と生きる方を決めれる人だという言葉に従ったわけだよね。だから、あの、自分の命をかけてジャックを助けて、第2幕の構成っていうのは、でおまけに第3幕になるとジャックの言葉に逆らって、じゃ、かつてジャックが行ってくれた自分になるために戦うっていう、まあ、そういうような展開になってます。えー、飛び降りたローズは、この後、 あのジャックとシーデッキ階段の下だよねつまりあの、えー、大階段の時計の下で再び出会って固く抱き合うとそれでまあそれはね全部のラスト一番最後の夢の世界でラストジャックとローズが出会う場所でもあるんだけども、まあ、ここまででねまだね140分ぐらいなんだよねでこっからラストまでまだ30分ある30分以上あって何があったのかローズはなぜラストであんな夢を見たのか なぜ青き海の心というあのダイヤモンドを大西洋に捨てたのか落としたのかですね。お疲れ様でした。えー、今日無料はここまでです、えー。ここから続きは限定で話しますのでですね。えー、タイタニック解説終わりです。お疲れ様でした。岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。えー、毎晩ですね、大体夜の7時ぐらいにあの新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。